アロハ、ハワイ島のトミーです、サンクスギビング終わって翌日、今日ブラックフライデーのショッピングにやってきました。ククイグラです。The shop、 あっちゃでククイグラ、ごめんなさい。もう、サーフショップの前こんなに人並んでます。タミーとダーリンはクリスマスショッピングですね、お友達のクリスマスギフトのショッピングにやってきました。ショップサートククイはブラックフライデーセール、ノベーバー27、9時から12時のお昼まで、ね、サインが出てました。モールの中はなんかお祭りみたいに DJ が入ってて音楽がガンガンかかってます。私たちが最初に来たのはクレイジーシャーツ、ダリンは毎年ここの T シャツを2人のベストフレンドに送っています。今年はニューデザインのボルケーノアッシュで染めた T シャツにしました。今あのスペシャルなんかかっこいいねスペシャルラッピングしてもらってます。モールの中そんなに混んではいませんがお客さんはいます。 DJ ブースはそこです。こちらのサーフショップもね、すごい人気で並んでます。こちら大好きなマリエショップです。こちらでお買い物しました。なぜなら、本日ね、ブラックフライデーセール 25% オフです。で、ククイラの方はちゃんとこうやって、マスクして6フィートですね。ソーシャルディスタンス取ってくださいってサインがあちらこちらに出ています。モールの中では素敵なミュージックもライブミュージックも開催されています。このね、モールの真ん中にあるこの大きな木が大好きなの。クリスマスデコレーションを少しだけしてあります。大きなモンステラも素敵でしょ。モールの中にはお花もいっぱい、ジンジャーフラワー綺麗ですよね。ショッピングを楽しむ人たちでにぎわっているショップスアットククイラです。ブティックは若い女の子たち並んでますよ。さあ、私もショッピングの続きします。大好きなお店ソファー、ソファーも並んでますね。ちょっと並んでね、入ってみたいと思います。ミュージックはすでにクリスマスになってます。モールの中にね、リストちゃんとみんなマスクつけてます。ソーファーさんは10人までしか、入っちゃいけないので、今ここでね、表のところで待っております。ハワイ島ポイプ、にあります The Shops at Kukuiura、 ブラックフライデーのショッピング楽しみました。そう、いろいろね、安くお買い物できてとってもハッピーな旅です。今から、ラワイにあるウェアハウスの方にね、3540かなの方に、ショッピング、ブラックフライデーショッピング移動したいと思います。カワイとラワイの方にあるね、
ウェアハウス3540の方に移ってきました。これからブラックフライデーのショッピングを楽しみたいと思います。ウェアハウスの中です。かわいいクリスマスツリーもあります。綺麗な絵もありますね。ここのね、かわいいコーヒーショップのコーヒー美味しいんですよ。中のショップの方はだいぶなんかね、イメージチェンジしています。かわいいブラックパールのアクセサリー買いました。では外のね、でランチを買って帰りたいと思います。ランチの方、こちらのカオアイポケのフードトラックで、ランチを買って帰りたいと思います。タミーはプランテーションポキボールっていうのを、買います。ダリンは何にするのかな。またね、お家に帰って、見せたいと思います。美味しそうなポキボール。こちら新しくできたお店なんですけれども、チキンのデザインの洋服がたくさんあるんです。かわいいですよね。見てください。チキンチキンチキン。チキンのね、帽子もね、カップもたくさんあります。かわいいお店です。こちらのお店でかわいいショート丈のかわいい T シャツを買いました。後でお見せします。ブラックフライデーの今日、カオアイ島のポイプとラワイでショッピングを楽しみました。美味しいランチも買ったので、今から家に帰って食べます。ランチの様子は後でお伝えしますね。はい、買ってきたランチです。こちらはですね、プランテーションポキボウ、生姜が入ってたり、トビコが入ってたり、なんかね、海藻が入ってたり、ベースはスパイシーの、ポキにアボカドやオニオンが入って、ちょっとね、ソースもかかってます。美味しそうですね。で、こちらはダーリンが頼んだアヒカツプレートね。アヒ、マグロのカツに、サラダですね、マカロニサラダとかジンジャーとか、すごい大きな生姜が入ってます。そしてこちら、カラマリフライ、イカフライです。すごいボリューミーね。タルタルソースもついてます。とっても美味しそうです。では今からランチいただきます。ブラックフライデーセールのショッピングのラッピングが素敵なので紹介したいと思います。クレイジーシャーツの方で、ダーリンが2人のベストフレンドに買った T シャツはボルケーノアッシュで染めた T シャツなので、見た通りボルケーノのね、おしゃれなね、ラッピングですよね。クレイジーシャーツラッピングはいろいろ選べるので、お好きなのを選んでもらうといいと思います。ラッピングはフリーなのでね、嬉しいですよね、ラッピングフリーは。で、隣はマリエさんです。もうクリスマスカラーとゴールド、ハワイアンなデザインがとても素敵でしょ。で、今日はマリエのね、ブラックフライデーセールは 25% オフだったんですけれども、50ドル以上買うと、こちらのマンゴーの、サニタイザーがね、無料でプレゼントになったんですね。でもうすっごいいい香りで、もうそのまま、もうフレッシュマンゴーそのままの香りのサニタイザー、モイスチャライザーも入ってるのね。とても手に優しくて、これがいただけて嬉しい旅です。他にね、買ったのはどれかな、紹介しましょう。こちらはダーリンのベストフレンドのお嬢さんにね、買った、T シャツなんですよ。この T シャツは新しくできたお店で、ラワイのウェアハウス3540の方で、チキンのね、デザインの T シャツ売ってるお店ですって紹介したお店で買ったんですけれども、T シャツの丈が短いんです。そう、ティーネイジャーの子なので、若い子ってね、こう丈の短いの、スタッフの方も着てたんですけど、すごい可愛かったので買っちゃいました。で、
このワンポイントカオワイハワイって入ってるんですけど、カワイのナッパリのね山に鳥とね、可愛いですよね。そう、喜んでくれるかな。でもちろんね、若い子はね、お金もらったりねした方が嬉しいかもしれないので、 Amazon のギフトカードを一緒に送りたいと思います。ブラックフライデーセール、すごくお得に買い物できて大満足のためです。この他にもアクセサリーとかもね、自分の買い物させていただきました。で、美味しいランチも買って今もうお腹いっぱいです。そう、皆さんはブラックフライデーのショッピング楽しみましたか？今年はね、ウェブの方ではもう1ヶ月ぐらい前からね、ブラックフライデーセールをアメリカではやっていて、ウェブの方でもね、たみ、お買い物楽しませていただきました。では、今日もアロハな一日を。Have a good day!